私はですね、地域で働いていた祖母の影響を受けてこの、仕事に就いているんですけれども、皆さんに伝えたいことはですね、もし自分の周りに困っている、何か助けてほしいっていう方がいたら、率先してその方の力になってほしいなと思います。私たちもそれで本当に助けてもらって感謝しかありません。あと、ぜひ何か夢を持ってですね、今何かなりたいなとか、こんなことがいいなとか思うことがあったら、ぜひそれを貫き通して勉強したり運動したり、お母さんのお手伝いするとか、家族のためになること、ちっちゃなことからでもいいので、ぜひ始めてみてください。